食品とは人が食べるために直接使用できる食用可能な状態のもの。人間が日常的に食物として摂取するものの総称である。食物、食料品とも呼ばれる。食料と食品と食物といった近接した意味の用語があるが、むね食料は食品よりも材料よりの概念で食物は食品が調理されたもの。 という関係にあるとも説明できる。例えば稲から収穫した米はそのままでは食料であるが、それを精米すると食品という位置づけになり、精米された米を炊飯するとご飯という食物になるという関係にあるとも説明できる。ただし、食物という表現は指す範囲がはっきりせず、漠然と用いられる傾向がある。食品には、 様々な分類法がある。植物性食品、動物性食品、といった大分類以外にも、それらをさらに細分化した分類、また、タンパク質性食品、デンプン性食品、脂肪性食品、といった栄養学的分類、生鮮食品、加工食品という加工状態による分類、醸造品、缶詰食品、レトルト食品、冷凍食品、 といった加工法による分類法等々がある。食品の分類食品は安全、栄養、経済、実用、思考などの価値で評価、分析できる。食品の価値食品は、品質低下の防止、輸送、供給の安定、食の安全、栄養価の保持などのために保存が行われている。食品の保存食品をそのまま保存する方法には、冷蔵、冷凍、包装、 乾燥などの方法があり、加工した上で保存する方法としては、塩蔵、砂糖漬け、酢漬け、醤油、味噌漬け、瓶詰め、缶詰などがある。食品の保存方法人間が口から摂取するものは人間の健康に影響を及ぼす。例えば、野菜と呼ばれることになったものの多くが、もともとは野生で自生していた植物であり、人間が試しに、 それをそれを食べてみたら、健康状態が改善され、活力を得られたりしたという生きを持つ。例えば、玉ねぎも、もともと古代では、スタミナをもたらしてくれる食品であり、大抵の病気の治癒に役立つ薬とも位置づけられていた。その後の疫学調査で、玉ねぎを食べることが、胃がん、大腸がん、食道がんを減らす効果があることや、 高止血症に対する顕著な改善効果があることが明らかになった。一方で、食品とは別に特定の医学的効能を持つ、医薬は別のカテゴリーとすることで、それらに対処法的規制をしっかりと強化することができる仕組みを整えている。日本食品衛生法第4条は、この法律で食品とは全ての飲食物を言う。ただし、医薬品、 医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品はこれを含まないと規定する。食品安全基本法2条における食品の定義も同様である。米国の制度上の分類では食品及び栄養摂取の目的で口から入るものに、 ついて、主に保健福祉省のアメリカ食品医薬品局の食品安全応用栄養センターの所管としている。主な分類に以下のようなものがある。日本日本の制度では食品は医薬品などと区別され、食品はさらに一般食品と保健機能食品に分けられる。米国米国の制度では食品は一般食品、添加物、栄養補助食品、 医療食に分類される。国際食品企画委員会のコーデックス、食品分類システムでは16種類の食品に分類される。乳製品及び類似製品融資及び死亡エマルジョンシャーベット及び、ソルベを含む食用合理果実及び、野菜、海藻、並びに種種類菓子類、ベーカリー製品を除く黒竜、根、海景、豆類、 豆科植物及び、ヤシの中華比または、柔らかい芯に由来する穀物及び、穀物製品ベーカリー製品化筋肉及び、量腸重肉を含む食肉及び、食肉製品。軟体動物、甲殻類、及び極秘動物を含む、魚類、水産製品卵及び、卵製品蜂蜜を含む、甘味料食塩、香辛料、スープ、ソース、サラダ。 タンパク質製品特殊栄養用と食品乳製品を除く飲料そのまま食べられる香味製品調理済み食品日本では栄養による食品の6つの基礎食品群による分類がしばしば使われる食品表示日本では多くの食品が農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律によって日本農林規格に従った表示が義務付けられている 1999年の改正によって消費者向け飲食料品への品質表示が義務化された。この他食品衛生法及び健康増進法にも食品表示の規定が存在したが、2013年に食品表示法が制定されたことでこれら3法の食品表示規定が一本化された。また、2009年10月の消費者庁発足により、 食品安全行政の所管省庁が消費者庁に一元化された。食品衛生法、食品衛生法は日本において飲食によって生ずる危害の発生を防止するための法律。所管は厚生労働省消費者庁。食品と添加物と器具容器の規格、表示、検査などの原則を定める。食品表示に関しては 食品衛生法でも基準が定められている。使用した添加物については表示をさせる。また2003年には食品安全管理の基本法として食品安全基本法が制定された。アメリカ合衆国財務省はアルコール類の規制を行っている。食品は以下のような価値を有する。 安全的価値、飲食物は摂取するものの健康に大きな影響を与えるため、最も重要となる栄養的価値様々な栄養素が含まれ、容易に消化、吸収されることが求められる経済的価値日常、食品として常用することの容易性に関わる実用的価値保存、調理、貯蔵、運搬などの簡易性思考的価値美観や美味観など、嗜好品だけでなく、 すべての食品が思考性を有するつまり食品は一般に安全性という検知、栄養素という検知、経済性という検知、実用性という検知、思考性という検知から評価し分析することができる。このうち最も重要なのは安全的価値である。食品は摂取する人の健康や生命に影響を与えるからである。食品の保存とは食品を腐敗。 変配させることなく保つことを言い、以下のような目的がある。品質低下の防止食品を生産地から遠隔地へ輸送し、供給の安定を図る、衛生上の危害を防止し、食生活の安全を確保する食品の栄養価を保つ食品をそのままの形で保存する、方法冷蔵庫の中で保存された、食品冷凍されたピザ食品を加工して保存する。 広報ジャムの瓶詰め。魚類の燻製やカワイン。アルコール類は地域によって、近畿とされる地域が存在する、フグの刺身。フグは有毒であるため食用とする地域が極端に、少ない食品とされるものは、文化、地域的な的な差が小さくなく、ある地域において、重要な食品とされているものが他地域では、食品とみなされていないということは、珍しくない。 例えば昆虫は、熱帯や熱帯を中心に、かなりの文化が昆虫食の文化を持っている一方、ほとんど昆虫食文化を持たず、食品とすることに強い抵抗感を示す地域も多く、存在する。また、各宗教ごとに戒律などの食物規定が大きく、異なるので、各宗教圏ごとに食べられるものが異なっている。例えばユダヤ教では、トーラーの規定により、 カシュルートと呼ばれる、食物規定がありその規定に適合したものだけが、カシェルトされ、反数せず、ひずめが分かれていない動物の肉、及びヒレと鱗のない魚などは、食べることを禁じられているため、豚肉、クラゲ、ナマズ、サメ、アワビ、ハマグリ、ホタテガイ、カニ、エビ、イカなどはそもそも、不浄な生き物とされ食べることを禁じられている。イスラム教では、 クルアーンで、不上とされる豚を食べることが禁忌とされ、またその他にも、食肉を中心にイスラム法で許された食材を食べることが求められる。ヒンドゥー教においては、生稽物とされる牛の肉を食することが強く忌避されているが、この他にも、肉食全般への忌避感は強く、上位カーストを中心に魚や鶏、 卵さえも口にしない厳格な菜食主義を実践する人々も多い。ただしヒンドゥー教は完全菜食主義はとっていないため、摂傷を伴わない乳製品はむしろ盛んに食されており、ヒンドゥー教との食生活にとってなくてはならないものとなっている。同様に禁忌とされることが多い食品としては酒がある。イスラム教では酒は競技場を禁じられている。 ヒンドゥー教では、酒は禁忌とされてはいないが、社会的には、非常に好ましくないものとされている。宗教の戒律以外でも、菜食主義者のほか、すべての動物性食品の摂取を拒否する、ビーガンのように、自らの心情に伴いある食品を拒否する人々は、存在する。また、普通に流通している食品であっても、個人によっては摂取した際に、 アレルギー反応を起こし、体に様々な症状を引き起こす場合がある。強い食物アレルギーがある場合、最悪の場合は死に至ることすらある。さらに、世界のほとんどで食用とされないものを、ある文化の人々が特殊な処理方法によって、食品とすることもある。例えばフグには、強い毒があるためほとんどの文化では、食用としないものの、 日本においては有毒部分を取り除いたものが微味として広く流通している。蒸気のような極端な例を除いても各地域において主に用いられる食品の違いはなお大きい。各地域はそれぞれ主に炭水化物を供給する主食を持つが、それにも小麦、米、とうもろこしなどの穀物を主食とする地域からキャッサバや タロイモなどの芋類を主食にする地域まで幅がある。乳製品も地域的な差の多い食品であり、遊牧民を中心に広い範囲に乳製品の利用権が広がっている一方で、東アジアや東南アジアでは伝統的に乳製品を用いては来なかった。しかしこうした食品の地域差は特に1990年代以降の急速な グローバリゼーションの進行によって標準化が進みつつあり全体として縮小する傾向にある。太古の人類は狩猟によって動物を狩り海や川で漁を行って魚や海産物を手に入れ採集によって植物性の食品を手に入れていた。やがて火の利用が始まるとそれまでないまでは食べることのできなかった穀物や豆、芋などが食用可能になり 食品の幅は大きく広がった。こうして入手した食品の貯蔵も行われており、氷河時代末期には乾燥や燻製といった保存技術も存在していたことが確認されている。その後、世界各地で農耕が開始されると、各地域の人々はその地域の植物の中から食用に用いやすい植物を選抜し、栽培化していった。 農耕の始まった地域では多かれ少なかれ栽培化は行われたが、中でも穀物の栽培化は地域の偏りが大きく、中国北部、中国雲南省東南アジアインド北部、中央アジア、近東、アフリカ、中央アメリカ、南米のアンデス山脈の7地域を発祥の地としている。同様に世界の各地で動物の家畜化も行われ、これにより肉だけでなく、 持続的に入手可能な二次生産物、すなわち乳製品の利用も可能となった。この農耕と牧畜によって人類はより効率的に食料の生産を行うことができるようになった。各地域で独自に家畜化または栽培化された動植物はやがて交易や交流の増加によって他地域へと伝播していくようになった。中でも1492年に クリストファー・コロンブスがアメリカ大陸を発見すると、旧大陸と新大陸との間で大規模な交換が行われ、旧世界にトウモロコシやジャガイモ、新世界に小麦やサトウキビなどが持ち込まれることで食品の種類は双方ともに大幅に増加した。19世紀に入り、産業革命によって科学及び工業力が大幅に進歩すると、食品も その影響を受け、流通システムの進歩と合わせて、近代的食品工業の成立や、食品科学及び栄養学の成立、そして、食品の安全規制の導入などが行われ、食品に関する事情は大きく様変わりした。農業社会の場合、全近代においては炭水化物を供給する単一の主食に頼る食生活を送っていたが、経済成長や、 流通の整備などによって、先進国では、多種多様な食品が、食卓に並ぶようになり、主食への依存は大きく減少した。一方、発展途上国においては未だに、穀物や芋類などの主食に依存する食生活が続いている、ところが多い。ある個人が、食品から栄養素を十分に摂取できなかった場合は、栄養失調。 十分にカロリーを摂取できなかった場合は、木が一つの地域において食品の供給が不足した場合は、基金が発生する。世界の食料生産量の数字だけを見れば、その数字は常に必要量を上回っており、さらに20世紀の人口爆発においても、緑の革命などの食料生産技術の革新によって、一人当たりの食料生産量は、 むしろ大きく増大した。しかし、飢餓は21世紀においても消滅していない。その原因として、貧困などによって、食料を入手できないという食料の再配分における問題が指摘されており、富裕国から貧困国への食料援助や、貧困の削減による問題解決が図られている。また、最低限のカロリーを確保することができ飢餓に、 陥っていない場合においても、必要な栄養素をすべて確保した健康的な食事を、取るにはさらに費用が必要となるため、栄養失調となっている人々は多い。一方、食品ロスの問題も深刻であり、世界で生産された食品の1、3が、食用とされることなく廃棄されている。法改正前の食品衛生法第4条では、この法律で食品とは、 すべての飲食物を言う。ただし、医薬品医療機器等法に規定する、医薬品及び、医薬部外品は、これを含まない。と規定していた。ありがとうございます。